も使えます、弦も使えます。そう、いろんなキャラで使えます。さあ、さあ水道キャラ、キシクも、さあ水道キャラです。さあ、同時戦。頭蓋、中足波動、もう半分減っているが、昇竜出る。これは空振るか、波動。さあそう、中足が長いせいで、ここはウルコンを使っていく。中足が長いせいでね、この距離で後ろを入れてて、ああ波動までつながるかっていうのが殺意戦は多い。おじめ空陣狙いか。さあ体力差は、おっとここで炸裂だが、投げて漏れた。あー殺意はそう、これがある、悲しみのビタコンボミス、これがあるんで仕方ない。一本取ったのはサコ殺意。さあグラップに対、そう前線に対しては坂道版グラップをしていて、ここはワンコンボ、ジャックから落ち目、しかしハロー裏で攻撃返した、差し返していく。勝ったのはサコさんの殺意。いやーね、いやー殺意流ね、かっこいいのがセコイですね。あとはかっこいい、ここまさあ殺意 VS ゴージ、殺意対決、殺意対決ですね。まあ同時対決とも言えるでしょう。まあお互いゴーチは足払いであったり、殺意は中足であったり、まあ既存の同時にはない危険性があります。さあ地上戦、足払いが刺さって大盤、さあ見てからか移動投げ、ここはさあ歩いてゴーチを走り始めた、届かない、ここは端から脱出。さあお互い歩き速度がめちゃくちゃ速いので、地上戦がかなりスピーディー、差し返していく、セミ見てからか、これは決まっている。まあ噛み合っただけと思いたい、思いたい、見てから、さあサコさん見てから、見てからってます。どうなんでしょう、サコさんに言われると何も言えないです。ここはイエクザンクが噛み合って、空陣が出ないか、セビリをしっかり食べて歩いて中大、さあフルコン、そうサコさんの殺意ジャックでコンボを締めてるんですよね。昇竜落ち攻め重視ということでしょうか。足払いが刺さって、これは昇竜相打ち、おっと大流走当たりそうになった、チューバーカウンター出ないか。さあ、サコ殺意の歩き、歩きがやばい、歩きますね。さあさあ試合見てみましょう。本田対殺意、さあ本田は殴り合いインファイトキャラに対してはかなりの無双を誇るが、まあ、玉キャラに対してはかなりしんどい戦いを強いられる、そういうなかなかピーキーなキャラです。さあそう、球に対して本田はかなりリスクを払うか、頭を使わないと近づきづらい。さあしかしここは前線大一丁、あっとこれはバックジャンプ入れっぱで攪拌取られる、
さあ、先取りっぽい。さあ、しかし。あ、これは。おっと。あー、しかし。さあ、しかしかなりいい地上戦。いい地上戦になっている。さあ、再び地上戦。さあ、殺意の中足が阻んでくる接近をちょうどいい感じに置いてある。ホンダのスペースに入らない。そして差し込みからこのダメージ、サリトビ。さあ、殺意の中足がこんなに強いと感じたのは久しぶり。上は出る。弾を打たない立ち回りで、ほとんど。さあ、これは立ち回りがかなりきついか。しかし、ホンダに4本溜まった。4本溜まるとあれが打てます。さあ、しかし使えない。数殺、勝ったのは鎖殺。